カルパチアンシェパードドッグとは、ルーマニア原産の森畜用犬種である。別名は、カルパチアンシープドッグ。愛称は、カルピー。同国原産のミオリティックシェパードドッグは、これの兄弟種にあたる。起源以前に、カルパティア狼と白い巨犬に属する犬種を、交配させて作られたと言われている。本種の老いたちに関しては、少し変わった伝承が伝えられている。 かつてずっと昔に飢えたメス狼が羊に襲いかかり、それを食べようとしていたところを捕らえられた。本来このメス狼は殺されるはずであったが、優しい羊飼いに除名されて、餌を与えて飼育され、森畜犬として使われるようになった。メス狼は羊飼いに恩返しをするため心身を捧げて忠実に働き、一緒に飼育されていたオスの森畜犬との間に、 子犬を設けた。この子犬たちが、後のカルパチアンシェパードドッグの基礎になった、という旨の話である。追い立ちに関する推定された、犬種歴史学的な説と、民間伝承が合致しているため、専門家から興味を持たれている犬種でもある。カルパチアンシェパードドッグは主に羊などを、狼や泥棒から守るために使われている。羊や家族を襲う者に対しては、 勇敢に戦いを挑み、場合によっては命を落とすまで戦う。また、副業としてある、程度牧羊犬に似た働きを行うこともある。それは羊を移動させる際に、それの後ろから吠えて進ませることであるが、通常の牧羊犬のように羊を自由自在に操ることはできない。通常その仕事は、専門の犬種の任せるのが主流である。 カルパチアンシェパードドッグも他の多くの犬種と同じく、二度の世界大戦によって、絶滅の危機に陥った。そのため、ボスニアヘルツェゴビナのトルニャックやブルガリアのカラカハン、ドッグなどの禁煙種の血を借りて何とか生き残り、戦後戻し後輩などを行って、それらの特徴を取り除いて、純血を取り戻した。現在はルーマニアでも希少な犬種だが、 原産国をはじめとする数カ国に犬種クラブが設立されていて、頭数を年々増やしつつある。多くが実用犬として使われているが、不思議に公認犬種として登録されてからは、ペットやショードッグとしても使われるようになった。日本にはまだ輸入されていない。がっしりした体格で狼に似た風貌の犬種である。耳は垂れ耳、おは、 ふさふさしたタレオだが、実用のものは、おの3分の1を、段をして立たせることがある。これは、たくさんの羊の中にいる犬を見分けやすくするために、行われている処置であるが、最近はあまり行われていない。縦髪は厚く、足は、太く長い。コートは、ロングコートで、毛色は、ウルフ、ブラック、ブラックホワイト、ホワイトブリンドル、ブラックタン、タン。 様々な組み合わせのトライカラーなどがあり、バリエーションが豊かである。対抗はオス65から7 3ンチメートルメス59から6 7トルの大型犬で、性格は主人家族に対して忠実で献身的、マナナケ深いが、防衛本能が強い。外見上の特徴ではないが、原産地で実用犬として飼われているものは首輪に。 小さな丸太を下げる風習がある。これには飼い犬であることを証明する、名札のような役目があるほか、攻撃性や、勢力を抑えるといったまじないのような要素もある。運動量は多めで、ペットとして飼育するならば、しっかりとしたしつけを行う必要がある。デズモンド・モリスの研修辞典、デズモンド・モリス著書、福山秀也、大き卓役性分動振興者、年。 ありがとうございます。